どうもこんにちは。クジャネのクッと申します。帯広の森のフォトコンテストに参加したいと思います。いい写真をクシャクシャクッとね撮りまくりたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。4本に重なった木、最初の1枚目ゲット。次はね、何を撮っていこうかな。緊急車両入り口撮っとく。緊急車両入り口撮っときました。面白写真をもうね、ちょっと入れて撮っていきたいと思います。でもほぼなんか植物とかいろいろね、そういう系を撮っていくと思います。うちってカメラ系とか撮るのって好きなんですよね。めっちゃ徘徊をねやってるみたいですね。なんか爆発しなくて銃声だ。打ち合いだ打ち合い。フォートナイトやってる。リアルフォートナイトやってるかな今。網しか映らない。やっぱりいい写真撮るにはセンスだね。ハグクームに来ました。鳥小屋があります。撮っていきましょう。ちょっと森を入れて、次はね、じゃあハグクームをね撮っていきたいと思います。いい写真ゲット。森の山に来ました。桜は咲いてない桜の木ね。よし、じゃあ水たまりも撮っとこう。あ、じゃあ俺が未来が見える。てってる。ちょっと待って、確認確認。見えねえ。なんか空を、ね、なんか空を撮ってるみたいだね。この香りの声が、声が、声が、やっぱり上にさ、来ると暑いね。風が来ないかな。未来に向かって、へぇ、未来に向かってくじゃん、羽ばたく。いや、めっちゃ綺麗じゃない今日。こりゃいいね。階段ごと、こうやって。ちょっと空の方向かってやったから。めっちゃ風気持ちいいね。飲み物を焼くんですか。休憩、休憩タイム。こんな時にねシェイクが飲めればいいんだけど。はい、ということでね、スタバに行って抹茶のフラペチーノを食べて元気100倍。影のちょっと面白い絵撮ろうかな。影で絵を作ろう。イエイイエイ。あ、あの花を背景にこの建物を撮るか。はい、というわけで撮れました。どうだろう、もういいかな。いい感じに撮れましたね。応募して当選したら2万円がもらえるということで、その結果発表は次の動画とかでまたね言うかもしれません。はい、ということでね、今回はフォトコンテストの写真を撮りました。応募して結果が出次第動画でね、がどうなったか
お伝えできればなと思いますので、結果をお待ちください。今回の動画が面白いと思ってくれた人は、チャンネル登録とグッディーボタン、SNS のフォローもぜひ。それではまた会いましょう。バイビー、グッディー。